現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては、鋭意調査中ではありますが、1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて、間違いないでしょう。もう負けないぞ、ユーフィユあら、イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。ビリーボート、ポルコだ。そしてナヨ。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。
ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のサノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーに。ねえユヒ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユヒ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。ハンガー。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、そのあたりの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。うん。シンラビルの中のことはナヨに聞いてよ。旅大変だったんでしょ？ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？シンラビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアはシンラビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？ただいま。おかえり、そのユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。な、何？父上に似ていないと思って。はじめまして、ユフィ。俺はソノン日下部。五道様から直接憲法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んでるって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ？私の相棒が親父みたいな最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ニッコガル堕落作戦なら話は別。全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？
くじ。いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノ、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド、はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。誰と？おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティファ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。私、やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう、挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中、もう神羅にマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。うん、ねえ、究極マテリアってどんなもの？進路から盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。くっ、楽しみ。補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いや、あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？ほら、素通りすんの。子供はあっち向いてて。はい、お耳は塞いでねって。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何、推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いは
しまいだ。意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージャを待とう。アイデーが揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。なあ、コーロ、何かな。予定変更、地中の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。おいお前、聞いてるのか？おい。あ、モグリ。待て！追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あっちだ。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨てる。行ったら命はないんだろ。なに？王女！もしかしてジージェもウータン出身？安心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ。行くぞ。あ、つけよう。ちょっと待って先輩。
見て、あのごっつい建物。それはそうだった。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場だ。先輩、今度はしくじらないで。じいじの命もかかってる。了解。さあ、接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。よくぞ聞いてくれました。応援を要請する。
忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。お、わっ、どんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが、究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。わかった。さあ急いだ方がいい。シンナが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、7番街の噂ウンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。じゃあ分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。無理しても乗った方がいいぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。メルフィンも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィンって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。進捗はどうだ。
が動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、こんなとばっちりね。うん、うーたいも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくる。誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いてサナ、落ち着こう。私たち何しに来た？先輩すまない。いいよ、つくのは私も同じ。究極マテリアンの子まで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。はっ。さっきの見たでしょ、こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては。
だどうぞ。面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。は、開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、空気経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。どっち。先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど。噛める？当たり前だよ。下にあった装置より大掛かりだ。ってことは、これが究極マテリア？マテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、います。通信をつないでちょうだい。はっ。どうしていかずかしら。うわっ。この声を拾ってくれて光栄だわ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。少し私と遊んでいくから、ホログラムなんかよりも面白いものを見せて。何が目的だ？私
ちみたいな人が大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るの。しゅしゅ、それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄、エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。け、これはね、私のアイデア満載の大事な話はテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてて、誰にも話せないと思う。なんか囲まれてるし、周りのやつから気がするぞ。もうそういってきますか。ほらほら、周りにも注意しなさい。すっごい尽くしてあげて。ちょっと勘弁。あっ、あっ、逃げた。誰が逃げたのって言ったのか。いい声で泣いてね。何をしている。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした。怒鳴ってばかり。それがウータイ流。ソノ、もういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。
へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それと内通者がいるのかしら。何、ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるのか。本当よ。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイのアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？はぁ、あ、何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に来るっていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。絶賛研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？閉じ込められたか。せいぜい苦しむといい。
こかに映像の投影装置があるんだ。あれだ。あいつの仕業なら。会場の侵入を確認。これよりズビエータの戦闘テストを開始する。楽しみましょうか。死んだって早くしかいないの。油断するな。じゃない。ほら。相手にするな。異常値を感知。制御プログラムを侵食しています。後続を急げ。邪魔をするの。さあ続けましょう。あの巨大の絶対ヤバいよ。闇の中で一つになりました。復帰を。すぐに何か感じなければ。これが僕来るよ兄さん。やったぞ。何かでは捉えに壊せ。
ましょう。真の闇見せましょう。あぶれ。先輩、ここで決めよう。任せなさい。お疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。
トゥルルトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥトゥ。一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指とーまれ。ねえバレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよねカーム。あ、だいたい一日ってところだな。あのね、私のお母さん一日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は一日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はヘルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな。ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。あ、やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。雨。
屋根ないね。平気なのか。あれ急に不安。それは腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。エアリス。